ではそれぞれそろそろですね時間ですので始めますか。
はい、どうも皆様ありがとうございます。はい、こんにちは。こんにちは。そうだこんにちは。どうも、リモートサンバ、バンド名リモートサンバなんだっけっていう感じもしないでもないんだけどもはい、第6回のリモートサンバの、ライブですね。なんと第6回です。だいたい2ヶ月に1回ぐらい、やってますんで、まあほぼ1年間一周回ってきたっていう感じですよね。まあ1年も、もともとコロナの影響でね、リアルのライブもできないし何もできないからっていうことで、なんかリモートで合奏する手段がないかなと思って探していたら、まあ、見つけたのがヤマハのシンクルームっていう、まあ、当時はネットデュエットっていう名前でしたけどね、シンクルームっていうサービスでね、遠隔地でね、同時に演奏できるという素晴らしいシステムを見つけて、じゃあこれを使って、ライブをやってみようっていうのが元々の始まりですね。なので今日は、大阪と、まあ今日もですね、大阪と名古屋と横浜と東京、4人とも今、皆さん自宅にいるんですね。で、自宅にいながらこうやって一緒に演奏できると。はい、ということでなぜか今エコーがかかってましたけれども切りましたけどもね、今言おうと思ったんだけど、はい、そう、エコーはね、歌の時にはかけるんですけど、歌じゃない時にはね、切っとこうかなと思って、何にも会場がないんでね、全く響きがないんで、少しはエコーかけないとなんか変なんですよね、かけないとね。なんでそういう、まあいろんなややこしい操作もしながら、やってるんですけれどもまあ第6回ということでね。で、背景はいつもと同じ、大阪のしょびしょばさんですね。毎度使わせていただいております。どうも、かのみさんありがとうございます。ありがとうございます。はい、でいろいろね、背景はね、曲によって変えたりしながら、でも基本はね、ここのしょびすばの背景の上でいろんな話をしたりとかね、やっていけたらなというふうに思いますけども、まあ、時々オペレーション間違えることもあるんでねまあそれはそれでご容赦いただきたいなというふうに思います。ということでね、まあ何やってるかっていうと、先ほど言った、ヤマハのシンクルームっていうのを使ってね、もう一つね、この映像自体はこれ合成なんですね。みんな後ろに、グリーンの布を背負ってまして、背景を抜いて、いろんな背景の上にポン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 と、4人を配置すると出来上がりと、言った感じのクロマキーっていうんですけどね、そういうのを使って、こうやってあたかもここに集まってるがごとく、なんだけど全然集まってないんですけどね、はい、ライブをしていくと、はい、いうものですね。はい、で、1曲目はですね、ジャコド・バンドリン、の「ショーロ」ですね。ノッソ・ホマンス、ノッソ・ホマンスが多分ね、2人のロマンスとかそういうふうに訳すのがいいんですかね、放題だとね。はい、すごく綺麗な曲でしたけどね。ジャコド・バンドリンさん、バンドリンっていうね、ショーロの、作曲家としてね、まあ、ピシンギーニャっていう人と2人でね、まあ、もう本当に名曲をほとんどね、たくさん、書いてくれてるっていう、まあ、曲で、作曲家の方ですね。で、バンドリン奏者ですね。はい、なので、まあ、しょっちゅうジャコーの曲というのをやるんですけれども、はい、その中で今日はまたジャコーの一つの代表曲で、ノソホマンス、お送りしました。で、まあ、いつもの通りですね、先にちょっとメンバーを紹介しておきたいというふうに思います。私から、遠方の方がですね、地理的に遠方、今映像上はすぐ隣にいますけれども、松下亮介、カバキーニョ、大阪からです。どうも、カバキーニョのまっちゃんです。どうも、お家で大きい音出せないんでエレキカバコでやってます。はい、はい、それから、その、まさに、その隣にいますね。はい、岡本みどり、フルート、名古屋からです。こんにちはって言ってエコーかかってました。こんにちは、これエコーね、切るの忘れるんですよ。そうです。で、また歌うときに入れるの忘れたり。そうなんですそうなんです。はい、はい、それから、福田正夫、ギター、横浜から。どうも。はい、で、私は歌とパンデイロ、西村、東京です。どうもよろしくお願いします。はい、ということでね、本当は、あ、これじゃないわ、こちら、この4証言にね、配置して喋、るつもりだったのを忘れて横に並んだままだった、ね、今の演奏モードやったんですね。そうそうそう、演奏モードだと先ほどのように曲名が左上に今出てますよね、ノッソ・ホマンスってね、この曲名が出したままは、曲はこれはあくまで曲の時の背景で、MC の背景はこれですね、私は MC4 証言背景っていうふうに呼んでますけれども、これが正しいんですね。ところがそうなんです。あ、でもジュージさんにコントロールできるのは素晴らしい。はい、はい、すごい、忘
忘れてしまったんですね、まあ、あの操作するのですね。で足元にいろいろあのペダルがあってですね、間違って踏むとエコーがかかってしまうっていうそんな感じになってますけれども、はい、皆さんありがとうございます。もう早速ですね、コメントがね、そうですね、もう結構来てますね、吉田澄江さん、あ、中竹哲也さん、ありがとうございます。ポンポコちゃん、はい、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。愛媛からありがとうございます。はい、こうやってですね、もうリアルタイムでね、どんどんこう、やり取りしながら進めさせていただきたいなというふうに思いますのでね、ぜひよろしくお願いいたします。はい、で、では早速なんですけれども、サンバのライブということで、今回も、初っ端の曲はですね、もう偉大なるサンバの巨匠、カルトーラの曲をお送りしたいと思います。カルトーラですね、毎度ご説明してますけれども、日本で2枚アルバム出てまして、そのうちの第1週ですね、から、アモールプロイビード、放題禁じられた愛とか、まあ、そんな感じになるんですかね、アモールプロイビードという曲をお送りしますけれども、この曲ですね、あのレコード聞いたことある方は、よくご存知と思うんですけれども、レコードとか CD とかね、あと YouTube のサイトでも聞けるんですけどね、この曲始まる前にあの演奏者とカルトーラが喋ってるんですね。こうやり取りがある、そのやり取りがですね、ちょっとこう空耳アワーみたいな、そんな風に聞こえるところがあって、どういう風に言うかというと、これかけるわけにいかないんで、ちょっとこのまま言うと、 G のお G のおめえらって言うんですね。ここがおめえらに聞こえるんですよもう昔からここはおめえらにしか聞こえなかったんですけどね。後でね、あのもしあったらこう YouTube の、 あのリンク入りますんでね、聞いてみていただけたらなと思うんですが、おめえらに聞こえるんですけども、これジノジノって言ってるのは、ジノっていうのは七弦ギタリストですね。ブラジルのもう七弦ギタリストのもう代表的な演奏者ですね、大御所ですけれども、ジノジノって呼んでるんですね。でその次、オメイラって言うんですね。メイラさんっていうのは、この方はギタリストですね。いわゆる6弦の普通のギタリストで、バーデン・パウエルの先生だそうです。なんで非常にこう、まあ、有名なギタリストなんですね。であとはカニョートって言って、こう名前をこう演奏者の名前を呼んでいて、で最後にやるぞって言って演奏が始まるんですね。でなんとなくオメイラ演奏するぞっていうふうに聞こえるんですけれども、まあ実際言ってることはそういうことを言ってるんだなというのが、まあこの曲なんですね。ということでですね、まあ、今日はその、 あの語りの部分はありませんけれども、あの普通に演奏しますけれども、あの後でね、YouTube で、実際にね、これ検索するとすぐ出てきますから、あの聞いていただくとね、まさにこのおめえらっていうふうに言ってるところが聞こえるかなというふうに思います。はい、しょうもない話をしましたけれども、カルトーラの、アモールプロイビードをお送りしたいと思います。じゃあいきますね。あ、配置は変えなくても。ああ。抹茶です。はい。抹茶ナイス。はい。いいですか？あ、ここは大丈夫ですか？はい。うん、どい、トレ。サービス希望。マッチ。この踊れたんだ、サグは。Lembra lei também, deixa-me proibir, fácil demais, me preza, teve de pasto, em tua mesa, mas fique seca aqui jamais, elas o meu amor, porque não tem.Tudo pra evitar o mal, sou pelo mal perseguir. Só o que faltava era essa. Fui trair meu grande amigo, mas vou limpar a mente. Sei que errei inocente. Sabes que vou partir com os olhos rasos da água.E o coração feliz Quando lembrar de ti Me lembra lei também Deixa-me proibir Passe demais Me
preza Serviti pasti En tua mesa Fai sì che pensa chi chiama E la so meu amor Pochi non te Tutto Pochi non te Tutto ございます。はい、ちゃんとあのあれですね、エコー切りましたね今ね。はい。チェックする中のことがいっぱいありますね。そうなんですよ。もうあちこちで、あ、でもねこれ映像を戻さなきゃいけなかったんですね。はい、はい。今右足で映像を戻すようになってるんだけどね。まあいいや、はい。ということでですね、はい。じゃあ続いてもう行っちゃおうかな。で先ほどのね。おジノ、ジノって言ってたあのジノさんですね、七弦ギターのジノ。はい、そのジノさんの作曲の、曲です、次の曲は。はい、で作詞は、アルベルト・リベイロって、さんっていう人なんですけどもの、まあ鐘楼ですね、歌物の鐘楼っていう感じですね。はい、でパストーリア・ドゥ・オーリオス・カスターニョス、パストーリア・ドゥ・オーリオス・カスターニョスっていう、茶色い目をした羊飼いの娘っていう、そういうようなタイトルがついてる曲なんですけれども、あのこの曲ってあの2001年に発売されたカフェブラジルっていう CD に入ってるんですね。でこのカフェブラジルっていう CD がすごく日本で発売されてるんですけれども、日本で売れて、でおそらく日本でショールがわーっと広まるきっかけになったんじゃないかなと。このカフェブラジルより前ってね、そんなに、なんかショール盛り上がってなかったけれど、まあ今でもまあそうは言ってもたかが知れてますけれどもだけれども、今以上にっていうか、これ今以下にっていうんですね、今以下にずっとこう鐘楼少なかったんですけども、この CD が発売された後なんかこうぐっと広がったんじゃないかなっていう、そんな気がします。これが2001年ですからね、だいたいそんな時期、2001年2年3年っていう感じでだんだんこう、日本の鐘楼の人口が増えてきたかななんて気がしますけれども、はい。でこのアルバムの中でパウリナ・ビオラさんが歌ってるんですね、この曲をね。はい、茶色い目をした羊飼いの娘っていうことで、まああの結構あの歌詞的にはね、羊飼いの娘に恋をした、ね、こう若者なのかな、がこういろいろこう思いを歌ってるような、そんな曲ですね。はい、なんかこう君が恋をしたくなったら分かるかい、君の羊飼いは僕だよとかなんか言ってるようなねまあそんな歌詞らしいですけれども、はい、ということでいきましょうかね。あ、ちょっと待ってね。実はね、ショーロ と、サンバと、パンデイロ、この楽器ですけどね、ちょっと持ち替えてまして、サンバの方がこうちょっと低音で鳴るようにして、でショーロは少し、低音を抑えてっていう形に持ち替えてるんです。こっちは、ショーロ用のパンデイロで、叩こうかなというふうに思います。はい、で、では、パストーラドゾルスカストリカスターニャス、画面も、あ、画面で、ね、画面、はい、画面をかこうメルヘンチックな画面ですね、かわいい、はい、うっどいすどう。オーパストーリアドゥゾーリオスカスターニョ、シンプリゴアルダンテスヘバニョ、ジマニャイジンロンジチャセヌソニョテオリアネミベシャマオパストレドゾリオスカスタニョメンペサメンテソテクワンドキゼリジャモサビスケテパストソウエアタジニャトボータジャストランスタストソウタアウベントキチベイジャバイスラバテステジニュヌヒE o pastor amadoso te espia Vendo o céu considerando um sonho cortado E chegou a pensar Quero eu uma pastora Nos campos do céu Rebanhos aguardar
accesorios castaños. Siempre guardate el rebaño. De manhã e de longe te aceno. Sonho teu olhar, nem me vê chamar. Ô pastora dos olhos castanhos. Meu pensamento é só teu. Quando quiser e de amor, sabes que te pastor sou eu. ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。無事。無事。無事。はい、いろいろね、こういうあのお互いこうあの顔をこう目くばせしたりができないんですね、演奏しててね。だけれども、こう無事、エンディング決まったぜっていうふうにね、はい、はい、綺麗に決まりました。決まりました。はい、はい、ということでね、皆さんどうもありがとうございます。いろいろね、はい、そうなんかおめえらの反応が、おめえらね、永谷さんからいいぞおめえら、ね、そうなんです、いいぞおめえら、おめえらなんです。いや、めえらも大先生ですからね。そうなんですよ。ねえ、おめえらのいけないね、めえら先生にね。6弦ギターのも大先生ですから、ね、そうなんです。快奏。快奏ですよね、本当に。曲の音質もトークの音質も音量も画面もバッチリです。ありがとうございます。よかったです。ありがとうございます。あ、犬馬さん、西村さん、相変わらずいい声ありがとうございます。イエーイ、はい、昼ビールいいな。いいな、いいですね、いいな。ビール、安倍さん、はい、ビールいいですね、ぜひぜひあのガンガン飲んでいただいてですね、はい、気持ちよくなったら一緒に演奏していただければね。そうですね、はい、一緒に歌ったりとかですね、はい、まあ、手拍子でも、参加してもということでね、はい、ぜひぜひよろしくお願いします、ね、ルビコさんもありがとうございます。あ、どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでですね、次ですけれども、一昨年になりますかね、95歳で来日したサンバの大御所、リオのね、エスコラジサンバ、リオのあの、カーニバルの参加グループで、あれってあの、エスコラジサンバっていう名前の、まあ、サンバの大きなグループがこう、競い合ってるんですけどね、そこの、もう名門のマンゲイラっていう名前のエスコラジサンバの名誉会長を務めているということなんで、もうサンバの一期承認という、いうふうに日本で呼ばれてますけれども、ネルソン・サルジェントさんの、代表曲ですね、はい、をお送りしたいと思うんですけれども、でもせっかくなんでね、これ大阪のまっちゃんに、歌っていただくんで、大阪のまっちゃんにですね、はい、大阪の近況とともに、曲紹介をですね、はい、していただければなというふうに思います。よろしくお願いします。大阪のまっちゃん、どうぞ。大阪の松下です。大阪は今日は雨ですね。なんかね、かなり激しく降るようなこと言ってたんですけど、結局ちょっとまあ本降りになり始めたかなぐらいの降り方がちょっとだけ続いて、もう雨雲は通り過ぎてしまったようです。ただまあちょっと軽くムシッとしながら曇り空って感じですね。でこっちは、緊急事態宣言の最中なので、うちは自粛してるんですけど、まあ一般的にはあんまりそんな人出は減ってないような気がしますね。近所のスーパー行っても、ずいぶん行列してました。まあそんな感じですね、はい。でまあ次お送りする曲、アゴニザマシナモーヒー、サンバは死なないという曲ですね。そう、前回の時からこの、 あのリモートライブって実際に空間に音を飛ばさないので、すごくこう激しい伴奏の上に穏やかなちっちゃい声でささやくような声を乗せるっていうことが普通のライブではできないことができるということに気づいてですね、あのボサノバの歌い方でサンバを情熱的に歌うというのをちょっと昔から憧れがあったんでやってみてるんですけど、今日もこのアゴニザマシナモヒ、非常に情熱的な曲をですね、あえてキーを下げて、低音の魅力を聞かせながら、そうだったんですね、はい、低音の魅力を味わっていただきたいと思います。さすが大阪低音発祥、はい、そんな感じで、お聞かせしますので、はい、まあ、あのイコライジングなんかできる方は低音をちょっとボリューム上げて聞いていただければいいかと思います。うん、あ、最後にライラがあるからね、もうぜひぜひ皆さんと、あ、そうですね、皆さん一緒に歌ってください、ね、現場でも大合唱していただければと思いますので、そうですね、ぜひぜひ、
はい、はい、ではあ、また画面を切り替えていただかないな。画面切り替えるどころか MC 画面にも行ってなかったですね。そうですね、はい、でここで、説明が実は行われたんですね。はい、で、はい、はい、行きます。はい、モーホですね。1, 2, 3, 4. バンバン顎に邪魔したモーヒー アゲンセンプレチソコーヒー アチストロススピードで派手アゼベートっていう、カバキーノ奏者、カバキーノ今あのまっちゃんが弾いてる楽器ですけれども、このカバキーノ奏者で作曲家で、結構長い時期にですね、まあ、もちろんあの1900年代の、初期の頃ですけれども、ヨーロッパで、活動されたという方がいらっしゃいますね。でこの人亡くなったのが実は、カルトーラと同じ年なんですよね。80年に亡くなったということで、僕は実はあのブラジル音楽に出会った年なんで
けど、この同時に亡くなってしまったっていう、はい、そういう、人ですけれども、はい、でその、最初の作品がね、あのブラジリーニョだっていうふうにウィキペディアに書いてあったんだけど、そうなんですかね。でもね、しょっぱしょっ、まあでもそうは言ってもさ、ね、曲はもっと書いてて最初にメジャーになったのがこれなんですかね。気がしますよね。ね、多分ね。はい、いずれにしても、そう、あ、曲名ブラジレイリーノっていう曲ですね。はい、ショーロって普通あのインストルメンタルなんですけども、この曲はですね、後付けで、まあ、歌詞がついてるような感じの曲で、でついてる歌詞の方ではやっぱりあのサンバとかショーロとか、まあ、その、演奏の楽しさみたいなのをね、あの歌詞で表現してるっていう、そんな内容でしたけどね。やっぱりブラジルのまあ、音楽の楽しさを、まあ、曲にしたんだなっていうふうに思えばいいかなというふうに思います。ブラジレイリーの、お送りします。あ、また画面、あ、また画面ねあ、またこの画面を経ずに行っちゃいましたねはい、あ、そうです。もうなんとかしてほしいですね。はい、行きますはい、はい、ブラジレイリーは、じゃあ、ブラジルらしい色をバックに、はい、色の、楽器でスルドっていう大太鼓をバックにですね、あんまり意味はないんですけれども、はい、お送りしたいと思います。よし、うん、どうしたらいいっす。
ありがとうございます。はい、画面変更しました、なんと。はい、そうなんですね。はい、どうも皆さんありがとうございます。また、いろいろ、コメントをいただいておりますけれども、ありがとうございます。そうですね、ありがとうございます、徳永ルミ子さん、ありがとうございます。はい、愛媛のお友達で、あ、ありがとうございます。ボンボンさん、はい、あ、そうか、小沢さん、拍手ありがとうございます。ありがとうございます。はい、加藤亮ちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。森さんもありがとうございます。森さん、ありがとうございます。吉田さんもありがとうございます。はい、いろいろね、もうたくさんのなんかもう拍手でこう黄色いこう拍手がわーっといっぱいですね、うん、出てる、いいですね、はい、なんかすごいたくさんの方見てくださってますね。そう、今日はですね、本当にあの今まで第 6回やってる中でですね、うんうん、一番同時視聴者の数が多いっていう状況かもしれないですね。ありがとうございます。はい、嬉しいですね、うん、はい、ということでね、嬉しいところで、じゃあちょっと横浜の状況をお伺いしようかな。はい、では現地の状況、横浜の福田さん。どうも、福田です。どうも、あの、私今ちょっとリバーブをちゃんと切りました。声切れてます大丈夫ですか？はい、そのマイクがね、私ちょっと遠いんでですね、ちょっとこんな感じで喋りますけども、横浜はちょっと今日天気悪くて、ちょっと肌寒い感じですけども、まあ、あの音楽やるにはちょうどいいかなっていう感じですね。ちょっとあの私今日あの話、若干ですね、ちょっと自分のギターのことをちょっとお話しさせていただければと思ったんですけど、これ私のギターがですね、あの6弦ギターなんですけど、あのサンバで、ね、弾く人って今あのショールとかサンバだと7弦を弾く人がすごく多くてですね、で私のギターはこれ残念ながら6弦でですね、下がこれで止まっちゃうんですよね。これであの7弦ギターって言うと、ここから先にですね、この音がもう1オクターブ低いところで出てるんで、だからこう低域がガンと広がるんですけども、ちょっと残念ながらこれはそうじゃないんですけど、でもちょっと私このギターすごい好きで、あのもう20年ぐらい前に買ったんです。結構高かったんですけども、すごい音色がものすごい気に入っててですね、これちょっとこう少しエコーかけると、こうで高域がすごいなんかね、綺麗な感じがしてすごい気に入ってるんですけどもまあそういったもののですね、ちょっとやってるとだんだんこう低音が欲しくなってくるんですよね。あのもしこの今日あの放送をご覧の方で、あのご家庭に7弦ギターが余ってて弾かないよとかそういうことが方がもしいましたら、あるいはなんかこんなのがいいのあるよっていうですね、なんか情報などありましたらですね、一言あのなんかもらえると嬉しいなと。あ、声がちっちゃい。はい、マイク離れちゃった。はい、そういうことで何か情報があったらください。以上です。あ、それは7弦ギターがあれば弾くということを言ってるんですね。いや、やっぱね、弾きたいなと思うんですけどね、ただこのギターがあまりにも気に入ってるんで、なかなかね手が出ないんですよね。あ、なるほど。もしいいのがあればね、やりたいんですけど、ね、あ、そうですか、わかりました。はい、あ、それから坂口さん、どうもありがとうございます。あ、それから笹子さん、どうもありがとうございます。ありがとうございます。おやつ時間を楽しんでいますということで、はい、いいですね。ありがとうございます。はい、ではですね、あ、続いてですね、パウリンダ・ビオラですね。もう毎度毎度パウリンの曲ばっかりいっぱいやってるんですけども、はい、今回はですね、その中でも、コラソン・レビアーノという曲、お送りしたいと思います。これあんまりこの歌詞、ちゃんと僕は理解できてないんですけども、コラソン・デ・ビアーノっていうとやっぱり、軽い心というかね、そんなような、ニュアンスの意味なのかな、タイトルは、軽薄な心なのかな、どちらかというとそんな感じですけどね。はい、パウリーノの中でもね、ちょっと古い曲ですね。78年ぐらいの曲ですからね。はい、まあいいや、お送りしたいと思います。背景はいいですか？あ、あ、そうそう、この、うん、その軽薄な心って言って軽い心っていうのがね、なんかちょっとイメージが分からなかったり、こんなあのわけのわからない背景を持ってきてみましたけれどもこれでご容赦ください。はい、いきます。どうストレス、わっ、Little things grow. How she sends it around. Never let those memories linger.
さびきえるめいちぽぐれなべがんちめんこらそあまんちインフレイトはテンペスタジぬまだばいしゃんえだろくらくるただみなべんとらえんぶすからフェリシダジあコラソンテインガノポイシペラポルンペジュンコラソンネビアノキヌンカセラジリンゲマエストラバドラマエセグレドテスプラノパチセンチゼラデエルネムラドスメディティンガノベリーケントゥルペンテアコラソンレビアノナンサビキペドゥメアコラソンレビアノナンサビキペドゥメエチポブレナベガンチMeu coração amante Enfrento a tempestade No mar da paixão e da loucura Fruta da minha aventura Em busca da felicidade Ah, coração tem engano Foi espelhar por um bem De um coração ありがとうございます。ありがとうございます。はい、右、左って感じでね。なってましたけども、はい。ではですね、またまた各地の情報っていう感じなんですけれども、次は実は、名古屋のみどりさんのオリジナル曲なんですね。ですので、曲の紹介も兼ねて、近況をお伺いしたいなと思います。名古屋のみどりさん。はい、ちょっと名古屋のみどりです。ではいつものように準メンバーを呼んできます。じゃあその間喋ってないといけないですね。準メンバーって誰だかわかりますか皆さん。あ、でもなんかすぐ来そうな感じですね。準メンバーすぐ下の方にいます。あ、出てきました。あ、下の方から。あ、出てきた出てきた出てきた。あ、準メンバー来ました。はい、見えますか皆さん。はい、皆さんこんにちは。こんにちは、勘太郎です。勘太郎くんです。皆さん今日も見てくれてありがとう。めちゃめちゃいびきかいて寝てたのでいびき音がマイクに入らないかと思いながら思ってたんですけど、名古屋はですねやっぱり雨ですね。でもさっきちょっと止んでたんですけどね、もうね四国とか中国地方とかは梅雨に入ったって言ってたので、もう名古屋とかもねもうそろそろいつもより3週間ぐらい早いですよね。なんかそう早いですね。うん、梅雨に入るのかなっていう風に思ったりしてるんですけど、うん、ちょうど今日ですね勘太郎の散歩にうち川川がすぐ近くで河原に行くんですけど、うん、そうすると目の前の舗装してる道路をですね小さなカタツムリがこう通過してったんですよ。あ、なんか梅雨やなとかって思いながらちょっと見てました。本当に梅雨入りなんだなと思いながら見てました。というのが、まあ、名古屋の今の、まあ、状況でございます。はい、で、じゃあ曲の方をいきたいと思うんですけどね。なんか私よりも勘太郎の方が顔がでっかいなと思いながら今こう見てるんですけど、でっかいですよね。ほとんど勘太郎です。そうですよね、まあ、今勘太郎見てあげてください、こっち向いてあげて、うんね、これでいいかな。日本初の黒巻き犬かもしれない。そんなことはないですよ、ね、黒巻き犬。そんなことはでも、はい、天気予報に出てる犬ワンちゃんいるかもしれないけど、はい、はい、ですね、じゃあ今回も一曲私が作った曲を今から送りしたいと思うんですけど、曲名はですね
デポイツジボッセあのお先にどうぞっていう意味なんですけどね、私はゆっくり行くから先に行ってねっていうなんかそんなつもり の, あの題名をつけました。で、さっきもありましたけどショーロっていうのはブラジルのリオデジャネイロが発祥 の, あの音楽なんですけど、実は今そのリオのですねショーロ学校のオンラインの授業を受けています。といってもポルトガル語はわからないので日本語 の, 通訳の方が入っていただいて日本語で聞けるっていう本当にとてもありがたい授業を今受けてます。まっちゃんも受けてるね。受けてます、ね、はい、カバコでね。で私はフルートと今作曲コースの 2つを受けてまして、でその中で今作ったこの1曲をお届けしたいと思います。で実はショーロにはいろんなリズムがありまして、一番最初にしたのがノスホマンセはショーロのリズムでしたよね。で今からお届けするのは、タンゴのブラジルにもあるタンゴのリズムに乗せてお届けしたいと思います。タンゴっていうとねアルゼンチンというイメージの方が あると思うんですけど、実はブラジルにもあります。タンゴブラジルエール、ブラジル風タンゴっていう言うんですけどね。でそのリズムを使っています。でそのブラジル風タンゴの特徴というか皆さん聞いていただいてふんふんって思う特徴がですね、一つにギターの低音にですねドソミソレソファソド、そういう感じ、そういうメロディーが低音に出てくるんですね。これもタンゴブラジレーロの特徴になります。でもう一つ特徴が途中でですねみんなちょこっと楽器を回しながらくるこうやってフルートくるくる回すんじゃなくって音をでちょっとこう遊びでこう回しながらみんなでこうその音遊びをするっていうそういう場面もよくタンゴでは出てきます。そんなところもちょっと楽しんでいただけたらいいなと思いながらお届けしたいと思います。でボーイズジボッセお先にどうぞです。ではカンタロウはこの辺で失礼をいたします。皆さんまたね、今からまた寝まーす。はい、じゃあかんちゃん、ありがとうね。よいしょ。おとなしいですね、大丈夫ですね、うん、はい、お利口ちゃんですね。おとなしいんですけど、さっきも私の足元に来て、あ、楽器倒されるとか飛び出し、ちょっとすいません雑音がしてたらごめんなさいという感じだったんですけど、はい、では、デポイズジポセお聴きください。いいですか。はい、いいですね。
がとうございました。はい、ありがとうございました。最後あれ、我は海の子。そうそうそう、ね、そうです。一瞬海がさっとこうそうなんかね、季節のものをたまに入れるんです、単語の時、春だとなんかあの花とか、花、うん、なんかそういうのを入れたりとか。なるほど、うん、面白いかなと思って。はいはいはい、まさかこう来ると思わなかったそうでしょう、隠してたそうなんです。だからちょっと長めにやっちゃいましたので。そうですね、はい、はい、ということでですね、はいはい、あ、またまたメッセージいっぱいいただいております。あ、さっきですね、ちょっとあの画面を途中で切り替えましたんで申し訳ないです。そんなことできるんですね、すごい、はいはい、あの足で操作してるんでできることはできるんですね、はい、いやいや、まあ、あの失礼しました。はい、たくさんメッセージありがとうございます。ありがとうございます。単語単語、エリさんですね、どうもありがとうございます。ありがとうございます、はい、あ、そうそう、あの小沢さん、そうです、ブレジェールを入れました、一番最後。はい、そうですね、分かっていただいて嬉しいです。ブレジェールも入ってます、はい、そうそう、そうなんですね、はい、はい、関西も今日から梅雨になってしまいましたということね。そうなんですね、入ったんですね。いよいよ梅雨に入ったんですね。はい、佐藤さんありがとうございます。ありがとうございます。まさよさんもありがとうございます。はい、リエさんもありがとうございます。リエさんありがとうございます。はい、そんな感じですね。はい、あ、徳永さんどうもありがとうございます。ありがとうございます。美穂さんもありがとうございます。はい、佐藤さんありがとうございます。皆さんありがとうございます、はい、今日は本当に大勢の方がですね、あ、嬉しい、聞いていただいて嬉しいですね。はい、はい、ということでですね、はい、ではですね、次ですね、はい、はい、次はですね、私の東京の環境を、紹介したいですけど、東京はですね、今日、午前中買い物に行って行こうかなと思ったら雨がパラパラ降り始めて、で僕が買い物行ってる間作ってたんで結構まあまあ降ってたんですけど、今止んでんのかな、どうなのかな、まあ、いずれにしてもあんまり天気良くなくて、雨降ったり止んだりっていう感じじゃないかなと。午後はねもうちょっとこの部屋にこもっちゃってるんで、わからないんですけども、そんな感じでね。でも関西がねもうこんなに早く梅雨に入ったってことは、まあ東京もそろそろ、天気予報見てるとね、なんかずっとなんかあんまりいい天気じゃない、曇り雨模様みたいなんで、もう入っちゃうんじゃないですかね、そろそろね。はい、まあどこにも行くことないし雨でね家の中にいてもいいかなっていう気もしないでもないですけど、まあ、散歩できないのはちょっと辛いですけれども、はい、そうなんですね。それで私自身いつもですね、まあ、どんな環境でやってるかみたいな話でちょっと、こんな映像を出したりして、これ今ですね、で実はさっきからこの足で操作をしてるんで今足元見えないですけど、大変なんですけども、まあ、こんな感じでですね、後ろこれ緑のバッグがこの辺にちょっと今緑が見えてますよね、これがあのグリーンのバッグで、これでやってるんで、みんな、絵が抜けてるという形になってます。はい、まあ、こんな環境でやっておりますけどね。はい、で、次の曲ですけれども、このパウリーの曲ですね。またまたね、今日は多いですね、特にねパウリーの曲がね。はい、オンジャドーナンテンハゾーンって痛みのない場所のような、そんなような、意味ですけどね。はい、比較的新しい曲かな、新しくもないな、でも30年ぐらい前だから新しくはないんですけどね。はい、なんかこう、私は自分の心の中で歌うと、あの苦しみとか全部解き放って今歌いたいんだみたいなね、痛みのない場所ってどういうところなのかなっていうのがねちょっとよく、イメージできなかったんだけども、背景はですねなんかなんとなくこう見てて、あ、こんなもんかなっていう背景をまあ用意してみたんですけれども、はい、そう毎回ねちょっと背景を探すのが結構、まあ面白いんですけどね、著作権フリーでかつ、まあ使える背景っていうことで、結構便利なサイトを見つけてですね、ポルトガル語で検索もできるし日本語でも検索できて、著作権フリーの映像とか、いろんなものが見つかるって、そんなサイトがあってですね、今そこを使ってるんですけどね。はい、ということで、オンジャドンナンテンハゾン、お送りしたいと思います。背景はこんな背景ですね。はい、ではいきますね、私からですね、はい、はい、
mais se a tinta mais sombra de uma paixão. Ele não é mais abrigo de amor esperto, é lago mais tranquilo, onde a dona tem razão. Nera semente de novo amor nascer, livre de todo rancor em flor se abrir. Pero reabrir as janelas da vida e cantar como jamais cantei esta felicidade ainda. Quem esperou como eu por um novo carinho e bebeu tão sozinho tem que agradecer. Quando consigo no peito tirar um espinho e que haver a esperança, já não pode morrer. Dizer que no meu coração já não mais se adianta mais sombra de uma paixão. Ele não é mais abrigo de amor esperto, é lago mais tranquilo onde a dona tem razão. Nera semente de novo amor nascer, livre de todo rancor em flor se abrir. Venho reabrir as janelas da vida e cantar como jamais cantei esta felicidade ainda. Quem esperou como eu por um novo carinho e bebeu tão sozinho tem que agradecer. Quando consigo do peito tirar o espinho que haver a esperança, já não pode morrer. Tanto pra dizer que no meu coração já não mais se adianta mais sombra de uma paixão. Ele não é mais abrigo de amor esperto, é lago mais tranquilo onde a dona tem razão. Ter a semente de novo amor nascer, livre de todo rancor em flor se abrir. Venho reabrir as janelas da vida e cantar como jamais cantei esta felicidade ainda. な曲、先ほどのですね、みどりさんの曲ですね。あ、はい、素敵な単語、素敵な曲、ありがとうございます。とてもいい曲ですよね。ありがとうございます。僕も実はこの曲初めて Facebook に流したところを聞いてですね、思わずちょっと伴奏つけたくなってちょっと画像合成を使ってカンタロウくんとみどりさん2人の中にこう入り込むような形で、伴奏つけた画像映像を作ってね、みどりさんに送ったっていうのが、そう、すごい嬉しかったです。ちょうど誕生日の日だったので、なんかすんごい嬉しかった。そういう曲でしたけどね。はい、ありがとうございます。あと、はい、浅野さんもありがとうございます。はい、皆さんありがとうございます。蛍さんもありがとうございます。 ありがとうございます。あ、歌声も素敵です、いただいてありがとうございます。ありがとう、はい、皆さんありがとう、はい。ということでですね、そろそろ、最後になってしまったんですけれども、はい、今回はなんとですね、次回のスケジュールが決まっております。もういつも決まってないんですけども、今日は決めました。次回は7月11日日曜日15時から、ということで、第7回ですね。第7回ですね。すごいですね。もう一周したっていう感じですね。ね、すごいですね。去年8月の20何日かが第1回だったんですね。うん、
そこから、ずっと続けてきてて、はい、で結構ね毎回毎回、ほぼほとんどの曲は入れ替えてますよ ね8割ぐらいの曲は入れ替えながらこうやってきてるんで、だいぶレパートリーもたまったかなっていう、ね、うん、曲数はすごいたまったかなっていう感じになってますけども、そうです、だってこのメンバーで実際のライブしたことないですもんね。そうなんです、それで、ね、4人で同時に集まったこと一度もないんですね。飲んだことすらない、ね、そう飲んだこともないんですね。ここ個別にはあってるし、ね、そうそうなんですよね。すごいですよね、それでできる。そうなんですよ、西村さんのおかげです。本当にいやいやいや、シンクルームのおかげですよ、本当に。西村さん途切れの情熱がもうすごい。そう、はい、もう1年以上こんなことやってますからね、はい。早くでもね、あのコロナ明けて、みんなで飲みながらやりたいですね、うん、ね、一回このメンバーでね、リアルやりたいです ね、ね、いろいろこう全国回っていきたいです ね、はい、ね、そうですね、各地 の、 今日はね、もういろんなね、北海道さ、ね、からね、うんうんうん、あの各地皆さん、からみんな、見ていただいてるからね、うんうん、もう皆さん見ていただいたところに全部ライブで行きたいな。あ、行きたいです ね、 ね、ぜひ。本当、ね、うん、今何がうっとし、ね、ストレスがたまるかって、旅ができないのが、ね、やっぱり一番辛いもんね、うん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 、はい、もう曲はたっぷりありますね。あります、そう、ね、そう3ステージ分ぐらいあるんじゃないですか。4ステージ分あるんじゃないですか。はい、多分そんぐらいあると思いますよ、はい、ね、ということでね、最後です、はい、お送りしたいと思いますけれども、今回はねメドレーで3曲続けて、またまたパウリーネの曲ですけれども、これは今までやった曲ですね、一応3曲、お送りしたいと思います。ヘカード、アウグメント、それから、ゴルデミナビオーラと、3曲、連続でお送りしたいと思うんですけども、またまたこの、MC 画面に変えるのを忘れながら喋ってましたけども、はい、前回初めてね動画を背景にするっていうことをやってみたんですけどもね、ただいろいろちょっとやっぱり動画でね、こうちょっと酔いそうだよっていう話があったりとかですね、いろいろあったんですけども、だから今回は動画はあえてちょっと少なくして、この最後の1曲だけ、酔うかもしれませんけれども、リオの上空から、お送りしたいと思います。前回も、ね、このリオの上空っていうのはね非常に評判が良かったんで、せっかくなんで、リオの上空から3曲続けて飛びながらお送りしたいなというふうに思います。イエーイ、はい、ですね、はい、では行きましょうか。では最後です、どうも皆さんありがとうございました。ありがとうございました。Jusqu'un vive mes meilleurs racines et qui nous passe à d'un feu. Le souffle d'eau et agora já não sou. O que passou, passou. Deva recado, deva recado. Aquele deu tanto de sabor. Jusqu'un vive mes meilleurs racines et qui nous passe à d'un feu.E agora já não sou o que passou, passou. Vai dizer a minha reza amada que é feliz meu coração, mas que nas minhas madrugadas eu não esqueço dela, não leva um recado.Aquele deu tanto de sabor. Diz que eu vivo me melhor assim e que no passado foi sofri a dor e agora já não sou. O que passou, passou. E agora já não sou. O que passou.Tá legal, eu aceito o argumento, mas não atendo samba tanto assim. Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um capa, de um pandeiro, de um tamborim. Tá legal, tá legal, eu aceito o argumento, mas não atendo samba tanto assim. Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um capa.De um pandeiro, de um tamborim. Se é preconceito,
j i pasado sin que la fija de un lado de que navegar pasa como un velho marinero que durante nebore levo branco devagar pasa como un velho marinero que durante nebore levo branco devagar tá legal, tá legal eu aceito o argumento mas não bater o samba tanto assim olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavalo de um pandeiro, de um tamborim tá legal, tá legal eu aceito o argumento mas não bater o samba tanto assim olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavalo de um pandeiro, de um tamborim de um cavalo de um pandeiro, de um tamborim de um cavalo de um pandeiro, de um tamborim minha viola vai pro fundo do baú na uma bela mais ilusão quero esquecer, ela não deixa alguém que só me fez ingratidão minha viola vai pro fundo do baú na uma bela mais ilusão quero esquecer, ela não deixa alguém que só me fez ingratidão no carnaval quero afastar as mágoas que meu samba não desfaz Papa grita o meu desejo Qual vem me piorou, não tocou mais minha viola vai pro fundo do baú Quero esquecer, ela não deixa Alguém que sumiu fez gratidão minha viola vai pro fundo do baú Não haverá mais ilusão Quero esquecer, ela não deixa Alguém que só me fez gratidão Alguém que só me fez gratidão Alguém que só me fez gratidão Hai, doumo arigatou gozai mashita ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。また7月に7月11日3時、またよろしくお願いします。お待ちしてます。皆さんコメントいただいた皆さんもありがとうございます、はい、ありがとうございました。見ていただいた皆さんありがとう。